どうも今回は人の金メダルを勝手にかじったおじさんについて話していきたいと思います。あの映像を見た時はだいぶ引いてしまいました。まあ簡単にまとめたんでよかったら見てください。人の金メダルを噛む8月4日、名古屋市長の河村隆さんが東京オリンピックで金メダルを取った後藤美優選手の訪問の際に突然金メダルを噛みつくという行動をしました。さすがにないですね。よくイケメンだったら許されることとかありますが、仮にこのおじさんがイケメンでも他人の所有物を承諾なしに噛む行動に批判的な意見は絶対来るでしょう。 世間の反応。当然 SNS では気持ち悪すぎる。ただでさえコロナ禍なのに。汚い。失礼だ。などの書き込みが相次ぎました。5日の正午までに市役所には少なくともメールや電話で3000件以上の苦情が来ているということです。恐ろしいですね。河村市長はこれに対して、かじる行為は最大の愛情表現だった。金メダル獲得は憧れだった。迷惑をかけているのであればごめんなさい。とコメント文を出したそうです。いや、お前が獲得したものじゃないわ。とツッコミたいし、愛情表現って何って思いました。 河村市長の間違い。この市長さんの間違いをまとめると、人の所有物を同意なく噛む新型コロナウイルスへの意識、主役は自分と勘違い。 この名古屋市長の行動は、地元の住民へ対して二次被害も生まれました。例えばツイッター上で、こんな人物がトップなんでかわいそう。なんで名古屋市民はこんな人を選んでしまったのか。と、馬鹿にされたりなど、多くの人に迷惑をかけていることに間違いはありません。今回はとても簡単にまとめさせてもらいましたが、今後このようなことは決してないようにしてもらいたいです。最後まで見ていただき、ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。以上です。